どんぐり FM。 どうも、夏目くです。どうも、なるみです。さて、やってまいりました2020年夏も終わりかけ。はい。いやー、暑かった今年は。ですね。暑かったっつうか、なんか僕の感覚後ろ倒されてる気がしません？梅雨が後ろ来たし、なんか季節もコロナだったからちょっと休んでてよくわかんない季節がとか、春なのかちょいずれんのかね。ね、春なのか冬なのか分かんない時期がこうずっとあって、で梅雨が7月の終わりまであって、じゃあ秋は12月いっぱいとかになるんですか？うん、なるんじゃないですかね、このままだと。俺結構いいかもな。うん、ちょっとずれましたね。うん、初詣とかあんま寒くない、ちょっと寒くなってきましたねみたいなね。そう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 。でも今年初詣とかもまあ行かないのかな。おー、そうかもね。年末楽しみだな、どうなんのか。いろいろどうなのかって面白いよね、結構ね。てか気づいたらもう9月、やば。今年の感覚はバグってるな、さすがに。やっぱり、いやー、ほんとそうだよね。うん、なんかさ、2月以降よくわかんなくなってるもん。うん、よくわかんない。ちょっとなんか世界中みんな修学旅行行ってたみたいな、帰って特別なことありすぎてさ、うん、うん、あっという間だったな。今年みんなどんな1年でしたか？早いな。こないださ、ほい、どんぐりでもたまに話してるけどさ、なんか ズームの新しいマナーとかで神座とかよく出るじゃん、そういう話。うん、上司より先に入室しなきゃダメだよみたいなさ。これニュース見たらなんかズームがマジで神座機能つけたって書いてあったね。へえ、神座機能ってわけじゃないんでしょ。そう、神座機能ってわけじゃないんだけど。本当だ。あの、役職者を神座に表示するが実現するみたいな風に、はいはい、日本のメディアいろいろ書いてますけどね。ホストが参加者を任意の並びに変更することができると。そう、これによって社内会議で役職者を神座に表示させたいというニーズに対応したっていうふうにインターネットウォッチに書いてありましたね。そんなのこれ嘘でしょ。こんな会社ないでしょ、社内会議で役職者を神座とかいやー、わかんないよ、本当にやんの？日本企業を舐めてはいけないでしょ、それは。そんなことしてんの、すごいね。そういう神座機能がないからちょっとズームは使えなかったなっていう大企業がいるから。ないでしょ、ないでしょ。ズームを日本市場対応のためにつけたんじゃないですか。そっか、あるでしょそりゃ。へえ、この機能がついたことによってこれから会議をやる人は大変なことになりますね。気を使うことがまた一個増えてしまうと最近で言うと僕あんまりっていうか、あれだな、なるみさんが小ノート的にこうこういうの話しましょうっていうのを送ってくれてるんですけど、僕マジでやっぱりちょっとダメだな、何にも知らないこういうの世の中のことを。世の中のことを。ニュースとかまあ別に見ないもんね。ハテブはちょっと見ますけどね。最近だって僕が見たのは、あの、魚はなぜ群れるのかっていう本をめっちゃ見て、それから YouTube で魚の YouTube めっちゃ見ちゃってたから、それぐらいしか見ないひどい情報収集してますね。いやいや、魚がなんであんなに、もっと一匹でいいじゃんと思うけど、こうイワシとかってめっちゃ群れてるじゃないですか。あれなんでだろうなと思ったら、そういう本があって Kindle なかったんで。結構たくさん群れた方が大きく見えて襲われないとかじゃないですか。そう、僕のふんわりした予想だけど。それもあるし、まあ、いくつかの方法がありますね。方法っていうかいくつかの理由がありますけど。でもそのさ、はい、群れる理由って知らなくてもよくないですか。出た、変化を恐れ進化を拒む老害たち。いやいや、別に僕変化恐れてないけど、うん、魚が群れる理由は今知らなくてよくないですかと。そう思う人もいるかもしれない。僕は知りたいなと思ったって。自分がね、一匹だけ色違うな、ちょっとなんかみんなと違うなと思ってても、うん、自分が目の位置に行くことによって、ああでっかい魚だって思わせることによって、みんなにお前のおかげで食われなかったありがとうっていうお話があるわけですよ。知ってますか？スイミーですね。うん。さて、どんぐり FM やってまいりました。お互いの気になったどうでもいいニュースを披露し合っただけじゃないですか。どんぐり FM。ボイシーが有料課金始めたらしいですね。有料課金ブームですよ、音声アプリが。いや、ブームってボイシーってわけじゃない？いやいや、あのね、ボイシーが今週から有料課金始めたのと、うん、あとなんだっけな、あ、まあもともとね、ラジオトークは、なんだろう、投げ銭できたんですよね。
うんうん、それはなんかまた違いますよね。そうだね、うん、ただライブ配信始めたんだよね、はい、ラジオトークが。でラジオトークでライブ配信しながら投げ銭をできるっていう、いわゆるなんだろう、生配信アプリみたいになってる感じだね。ふんふん。だからなんか割とどこもちゃんと配信者にお金儲けさせようとしているんだなっていう。このボイシーのこの月額課金機能っていうのは主語誰、どっち？あれですよ、配信者が要は課金した人だけに聞かせる特典コンテンツを。ああ、なるほどね。そういう意味か。設定できますよというふうに。まあ月100円からみたいなね。出ましたけどね。まあこれはこれでニーズはあるんじゃないですかね。まあそうだよね。なので、あれですね。ボイシーの方にも裏どんごいの入り口を作ってもいいかもしれないですね。なるほどね。そういうことか。うん、クローズ、まあクローズドでもいいのか。音声市場自体、まあこういうのがいろいろあってね。いろんなことして広がればいいのかもしれないけど、うん、なんかもっといっそんな閉じていかずにどんどんいっぱい、はいはい、いっぱいいろんな人が聞けるようになってもいいのになっていうね。うん、まあそれはやっぱポッドキャストですよね。うん、ポッドキャストはもう完全にフルオープンなフォーマットなので、ポッドキャストに出せばどこでも誰でもね、いろんな声聞けるし、うん、でまあスタンド FM とかボイシーとかは独立したアプリだし、ちょっとまあ違う入れ物なんですよね。まあ、ラジオトークはその間ぐらいなのかな。ポッドキャストで配信するサービスであり、かつこれライブ配信もできるという、いいとこ取りという感じだね。なるほどね。なので、うん、そうだね。フルオープン好きな人派は、ポッドキャストだし、このアプリごとに、アプリで気軽に撮ってっていう人は、スタンドへ、ボイシーとかいるのもね。うんうん。これ、視点の違いはあるんですけど、うん。第三者、神の視点、から見ると敵がいると楽しいっていう話です。それは何かというと、まさにスタンド FM だっけ、あえたのところの、あれが来てラジオトークさんやボイシーさん、今までまあ2社でゆるゆる行こうかと思ったら、ちょっとこれ頑張らないと追い抜かれちゃうよっていう感じで、みんながバタバタし始めてるのすごい僕勝手に感じてるんですけどまあでもスタンド FM もそうだし、あとウームもやってるね。ウームでしょ。そう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 、なんかそういうの見てると、どこかが多分これね、まあゆるゆる使い分けはされるだろうけど、結構でかい一挙はできるとは思うんで、その時にそれがどこ取るかはまだわからないんで、ちょっと面白いですよね。面白いね。うん、でこれは経済合理性上、敵がいた方がやっぱりそいつよりも頑張らなきゃって言って。いや本当そうっすよ。やっぱりペイペイとラインペイがさ、来た時楽しかったもんね。いろんなもん安くなるじゃん。でも今はもうペイペイ一人勝ちというか、 LINE と Yahoo が統合してしまうので、すっかりなんだろう、ああいう特典競争なくなっちゃったけどさ、やっぱり業界が盛り上がってめちゃめちゃ競争してもらうと、利用者としては面白くなってくるよね。うん、いやいいですよね。その時に、で僕たちとしてはすげえ正直言うと、ボイシーさんも好きですし、ラジオトークさんも好きなんですけど、うん、正直配信して聞くっていうのは、僕も音声いろいろ聞いたりしますし、発信もしてますけど、まあどこでもいいじゃないですか。そう、リスナーとしては使いやすく聞けるアプリがあればね、で一番ですからね。そうそう、なんかね、そういうプロダクトの場合は、なんだろうな、うん、どうやってこのどこでもいいやって思ってる人たちを捕まえるかっていうのは結構、いやそうですね、うん、でもさ、どこでもいいやっていうこだわりないこれからっていう人がさ、うん、めちゃめちゃたくさんいるからさ、やっぱ可能性がある市場なんだろうね。うん、いや面白いですね。いや音声は面白いと思いますね。単純に自分がリスナーとしてても楽しいしな。いやそうだよね。うん、まあラジコ聞くだけでも相当面白いし、ポッドキャスターとまあいろんな人いるしね。うん、楽しいですよね。うん、そうそう、だからこれはね、こう結構スタンド FM さんが鳴り物入りでバチバチ来てるんで、そこに対してこうね、頑張らねばーって思えるのは、市場全体として、いやめちゃくちゃ長期の視点で言うとすごい健全でいいことなんじゃないかなとは思ってます。そうですね。けどね、当事者だったりとか、こう渦中にいる短期的な視点だったりすると、結構ねわちゃわちゃして大変だなっていうのはすごく感じますけどね。うん、でもさ、どのアプリもさ2年前3年前からやっててさ、でその当時はその業界の盛り上がりもあんまなくて、聞いてる人も少なかったわけじゃん。うん、だから今その聞き始める人がたくさん増えてる中で競争していくから、どこも伸びてると思うんですよね、実数が。うん、その実数が伸びてる中でやるのはすげえ楽しいんじゃないかなと思いますけどね。まあそうっすよね。なんかあれだね、2、3年前にボイシー尾形さんと
ラジオトークの井上さん出てもらったから、久々に出てもらいたいね。次あれじゃないですか、あや太郎さんじゃないですか。ああ、そうっすね。なので3人とかねと順番に出てほしいなと思うんだけど、最近どうすかって。最近どうすかつって、うん、結構聞き返してみると井上さんの回もね、小原さんの回もすげえ面白いんだよね。キャラが出てるなって。あれでしょ、井上さんのふわーみたいなものが始まるやつでしょ。井上さんやっぱね、めっちゃラジオ好きな人ってイメージだよね。あれ可愛らしいですよね。うん、なんか岡田さんがね、めっちゃビジネスマンという感じでね。ね、そうそう、饒舌な感じと、そうそう、まあどっちがどうなのかはちょっと何がいいのかよくわかんないですけど。僕ね、あれから時間経って井上さんがめちゃめちゃビジネスマンなっていう気がしますよ。いやそんななんかちょっと何すれちゃった。いや、すれちゃったというか、あの時さ、まだエキサイトの新卒で入って数年目とかだったわけじゃないですか。うん、でそれがもうラジオトークは社長になったわけですからね。はいはい。なのでもう別人のようにすごいいろんな経験してるんじゃないですか。どうもラジオトークです。では本日はどんぐりへむさんにお邪魔しております。どうもパチパチパチ。いやー、なるみさんすごいですねみたいな感じで喋っちゃうんですか。今ラジオトークでは人材募集してこういう人募集してますみたいな感じでね。はい、もうスラスラ出てくるんじゃないですかね。いやー、だってあれですよ、僕井上さんの時の編集する時めっちゃ大変で、なんか、うん、ふわーみたいなことをなんか井上さんが最初初っ端言っちゃうんで、もう波長もうこれこっちに合わせるとピヨンと伸びてたもん上にね。あれめっちゃ、まあ、確かに不思議なテンションだった。あれめっちゃ可愛らしかったのに、そういうのはね、なくなっちゃったのか。大人、いや、分からんけどね、分からんけどね、大人になってしまったか。そういうのをちょっと検証してみたいですね。これ音声はこのまま多分ゆるゆるいって大きくなって、どこかのタイミングでフラディクトさんを採用できた人勝ちな感じがする。ノートみたいに、うん、全然わかんないですよ、僕そういうアプリとかのことあんまわかんないですけど、僕の勝手な感覚、もう使いやすさ一個じゃないかな。もう機能はどこでも多分できるんで、オリジナリティある機能って別に多分すぐこんなんパクれるんで、どこでもいいんですよね。いや、そうだよね。うん、で別にこのボイシーさんが出したプレミアムリスナーとかも別にどこでも同じのできるじゃないですか。そうなった時にじゃあオリジナリティなんだっていうと、もう使いやすさとか、多分ノートとかはめっちゃ行間とかいろんなこう細かいことあれやるじゃないですか。はいはい。ランキングつけないとか、ああいうね UX、 本当になんか適当な人が言う、適当なよくわかんない部長が UI UX みたいな一色体にするんじゃなく、本当に正しい意味での UX をちゃんと突き詰めれたとこがいいんじゃないかな。そうかもしれないですね。うん、ノートもすでに音声をアップできるわけだからさ、うん、例えばノートに音声アップしたらそのままポッドキャストになるとかね、そういう機能をつけたりしたら、ね、もうノートも一気に音声サービスですから、すでにフラリクさん保有してる側としては強い、面白いんじゃないですかね、うん、まあでもノートはなんかそっちにはいかない気はしそう、ちょっと全然わかんないですけどね。けどまあまあ使いやすさっていう意味では本当にノートの事例はやばい、すごい成功事例だと思うんで、あれをどこができるんだっていうね、もう同じですよ、どこのブログサービスでも誰かが書いて誰かが読むっていうのはできたけど、うん、それをめちゃくちゃ使いやすくするとこんだけ市場でかくなんだって、しょうもない広告が一切入らないっていう発明ですよね。いや、あれ発明、ほんと発明、見やすいもんだって、ね、見やすいっていうのは気づかないぐらい見やすいもん。ページが十分化されないとかね。うん、だってもう僕なんだっけ、東洋経済とかなんかその辺のやつ見れないもん。東洋経済なぁ。タイトルでキャッチーな言葉入っててさ、うん、そんな言葉なんだろうと思って見てみると8ページまで出ないとかね、回収しないでしょ、最後まで出ないとかね。そうそうそう。たった一つの方法がないんでしょ。ないんだよ別に、うんうん、そうだよね。そう、うん、あとは短期の、まあ逃げ切れないと、市場がでかいからそんなに短期でバーって打ち上げ花火で盛り上げてもあんまり意味ないんで、例えば金友さんっていう人がノートだと候補で入ったじゃないですか。多分わかんないです、勝手に思ってるのが、こうちゃんと長期のファンを増やすための施策を候補的にはしてるなって僕ノートさんを勝手に思ってるんで、広告使ってどうでもいい人を集めてじゃなくて、なんかそういうコミュニケーションをちゃんと適切にやって、要は正しいことをちゃんと長期で正しくできたところが勝つなーって勝手に思ってます。そうですね。いや、まあ引き続き盛り上がってもよいですね。そうですね、配信する人も増えてるだろうしね。うん、まだまだ僕の周りはブログやるとかね、うん、ノートやる人ってのは多いですけど、
うん、ポッドキャストやる音声で配信する人はまだまだ少ないんでね、まあ、そういう人が増えると僕もリスナーとして楽しみなんでね。ね、引き続きこのまま市場が大きくなると日本で最初に出したポッドキャストドングリ FM としてはだいぶ歴史歪めてんなぞ歴史の中では割と遅い方だから、ね、日本初のポッドキャスト、日本初のポッドキャスト番組として として怒られんぞそれ